高木慎次郎は、日本の弁護士。フロンティアマネジメント株式会社特別顧問。霞ヶ関国際法律事務所客員弁護士。突破印刷株式会社顧問。ゴードンブラザーズジャパン株式会社特別顧問。事業再生実務課協会創設者、顧問。博士、元裁判官。事業再生と倒産再建の法と実務の第一人者として知られる。 夜間高校を経て、中央大学を卒業し、1963年に弁護士になった。25年半弁護士業務に従事した後、弁護士任官第一号として1988年に裁判官に任官した。第二次世界大戦後、占領軍の試作等により弁護士が、交際長官や検事長などの高官として任官したことがあったが、 現場の裁判官として弁護士から任官したのは初であった。1988年の年頭所管で時の最高裁長官、矢口光一が在や弁護士からの任官を歓迎する旨述べたことがきっかけとなったが、実務経験豊富な弁護士が裁判官になるのが望ましいとする英米型放送一元を実現するためであった。東京地方裁判所部総括山形地方 家庭裁判所長、新潟地方裁判所長、東京高等裁判所武装活判事などを歴任し、2000年に独協大学教授になるために、定年前に医願退官した。任官中は民事裁判の審理充実促進などのために尽力し、キャリア裁判官によって構成される裁判所に新風を吹き込んだ。退官後、不採総額最大の共栄生命保険の 厚生管財人として、同社を再建した。2001年には全銀協、経団連、金融庁により設立された指摘整理ガイドライン、研究会の座長となって、裁判所外での財務再構築の指針となる、指摘整理に関するガイドラインを策定し、狭間藤田、三井住友建設、日本野金工業、函館土つ区、東洋シアッターなどを再建した。 2003年には不良再建処理と事業再生をさらに加速させるために小泉純一郎首相主導の下で株式会社産業再生機構を設立して産業再生委員長になり金坊、大英、三井鉱山、大京、三沢ホーム、金門製作所などを再建したが事業再生を民間主導に戻すために次元よりも1年早く2007年に機構を解散した。 その後も、大田博子大臣の求めにより、地域力再生機構研究会座長となり法案作成に関わったものの、官主導を継続することに違和感を払拭できず辞任したが、その後のリーマンショックや、金融円滑化法終了後の対策を理由に、企業再生支援機構や地域、経済活性化支援機構ができた。民間主導による再建を実現するために、 前原政治国交大臣の下で JAL 再生タスクフォースを組織し5名のメンバーのリーダーとして活動を開始したが結局企業再生支援機構にとって変わられた早期事業再生実務を活発するために経済産業省などとともに様々な方策を立案したほか、事業再生研究機構事業再生実務課協会 全国倒産弁護士ネットワークなど様々な団体を創設してその理事長や顧問となった。産業再生委員長の終盤には経産省産業再生課とともに民間主導の事業再生のツールとしての事業再生 ADR 制度の法案作成準備に関わり2007年の産業活力活性化法改正により実現させ法務大臣の認証と 経済産業大臣の認定によりその実施機関となった事業再生実務課協会の事業再生 ADR 手続き実施者選定委員長となった。指摘再建の多数決化に向けて事業再生に関する紛争解決手続きのさらなる円滑加法に関する検討会を組織し2015年に報告書を発表して方策を提言した。その第一歩として 全員の同意が取れなかった場合に簡易再生に移行した場合に対象再建を金融再建だけにして小取引再建を除外することを可能とする産業競争力強化法案が2008年2月の閣議決定を経た引き続き迅速再生手続き法の立法化が継続される見込みである2007年以降は野村証券顧問突破印刷社外監査役と 足賀銀行取締役を務めたが、2007年に80歳を超えたことを理由に、これらの役職を辞し、大西章一郎と松岡正宏が共同代表を務めるフロンティアマネジメントの特別顧問になった。1980年代に、国際放送協会倒産債権部門、国際倒産債権協会、関体平洋法律家協会、ローエーシアなどの活動に参加し、 これら協会や世界銀行、国際通貨基金、国際連合国際省取引法委員会や、その他の国際会議でたびたびスピーカーを務めた。アジア銀行協会顧問として、アジア諸国を歴訪して講演し、シンガポールのアジアビジネス法研究所が主催する、アジアの倒産再建スキームを調和させるための、プロジェクトのアドバイザリーコミッティー、コアメンバーなどとして活動中である。 民事訴訟法学会会員として研究活動にも参加し、アメリカ連邦倒産法や事業再生など15点以上の著書や300点以上の日本語と英語の教著、教編著、雑誌掲載論文がある。法政大学法学部兼任講師や中央大学法科大学院特任教授などを務め、2002年に66歳の時に東洋大学からは博士の学位を授与された。 高木の呼びかけにより、倒産法制研究基金が設けられ若手研究者の研究に賞金が授与されている。2005年に国際倒産再建協会から国際倒産に対する貢献を理由に表彰され、2007年に朝日、重光明を授与され、2016年には再び国際倒産再建協会とアリックスパートナーズから創立者賞を授与された。 この他に和議、会社構成、会社整理、破産、特別生産など、多数の共変著、倒産や民事裁判などに関する300点以上の内外の雑誌掲載の日本語やと英文の論文がある。読売年間2016年版 P193 JAL 再生タスクフォースの設置について、国土交通省、 https://www.mlit.go.jp://001069140.pdf2020 年3月2日閲覧。ありがとうございます。